今回はりんちゃんとまほちゃんの筆箱の中身を紹介してもらいます。イエーイイエーイ。ティアラチャンネル。ではどっちからいきますか。りんちゃんからいきますか。はい、ではりんちゃんの筆箱紹介まで、せーの、3、2、1、どうぞ。私の筆箱はアリエルの筆箱です。かわいい、かわいい。ピンクと白もうなんか二等分が、うん、かわいいね。うん、使いやすい。後ろのアリエルがかわいい、ね、シンプル、うん、リンちゃん。では中身を紹介してください。はい。まず鉛筆からで、ピンクの方ね。かわいい。え、かわいい。え、こういう柄好き。かわいい。うん、なんかおしゃれだね。唇みたいな柄があります。かわいい、かわいい。2本目はピンクの、出しとけば出しとけば、鉛筆です。かわいい。え、かわいい。ピンクかわいい。なんか韓国語みたいな韓国に書かれてます。ポルちゃんっぽい。3本目がこのコスメ柄の鉛筆です。かわいい、かわいいっぽいね。ここにキラキラのハートがついてるので、とってもかわいいです。へえ、かわいい。消しゴムはこういう感じで、なんか綿あめとケーキみたいな絵が描かれています。定規はシンプルに、なんか真ん中に英語とハートが書かれています。かわいい、かわいい。シンプルなのね。めっちゃかわいいよね。中の柄はなんか海の中みたいになっています。すごい。全部リアルに再現してある。もう一個のパワー、あ、それ二つあるんだ。なんか、え、かわいい。こういうマーカーでなんか匂いがします。匂いと、匂いして、なんか綿あめっぽい感じ。あ、ほんとに甘い。コットンキャンディっぽい感じの香りが。ほんとだ、濃いね。ね、キャップがなんか飲み物みたいになって、カフェオレみたいなカップになっています。では、これと同じ種類のやつです。あ、色違いのやつか。色違い。で、最後はなんかこういうマーカー、リップのかわいい、クレヨンみたいな書き心地のペンです。へえ、かわいい。おー、なんかリップとして使えそう。ねえ、かわいい。本物のリップみたいなところがいいと思います。うん、クレヨンみたいに描けそうね。これで私の全部です。うん、かわいい。次、まほちゃん。はい、外見を紹介しましょう。はい、猫ちゃんがかわいい。お守りがマホって書いてあるよね。ね、うん。後ろ、後ろは、後ろめっちゃ気がしてる。髪あの、マッキー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 、マイネーム、名前ってね。ピカチュウで、めっちゃかわいい。で、ミニオン。かわいい。ミニオンね。かわいい。で、こっちもミニオン。ミニオン好き？ミニオン好き。かわいい。ね、こっちはリアルミニオンで、リアルこっちは、なんか、絵っていうか、ね、ね、描いたか。で、描き方鉛筆ね。へぇ、三角の。描きやすそう。シンプル。レッサーパンダ。レッサーパンダの、レッサーパンダの絵が描いてある。シンプルだけど可愛いところが。で、リコーダーの、可愛い。みなちゃん持ってたね。本当に好きそう。み
見て。え、吹けるの？え、吹ける。せーのが3、はい。すごい、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 すごい。かわいい。あ、これですね。書き方鉛筆ですね。緑バージョン。緑バージョン。削れてる方。削れてる方。太いね。太いよ。太いよ。で、これは、なんか透明のさ、透明のあ当てるとかって書いてなんかライトね。今本当に手に書いた？うん書いた。え？ほら見える？見える？見えるかな？あ見えた見えた見えた。ここだ。線が書いた。あ線が。めっちゃ入ってる。書くな。で壊れた。壊れた。壊れたシャーペン。そんなこと言っちゃいけませんね。で消しゴム。なんかりなちゃんと一緒のもの持ってる。りなちゃんその消しゴム持ってたの。はい。はい。で消しゴムの。カラダだけ。いる？カラダ捨てよ。でウィフィーのシャーペン。シャーペンの芯。写真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 。じゃがりんこ。じゃがりんこ。じゃがりんこ。消しゴムじゃがりこ食べたね。ね。食べたね。消しゴム持ちすぎじゃない？ほら消しゴムまたあった。なくなった時用に。なくなった時用に。でこれ定規。普通の定規。かっこいい。普通のね。がたくさん。キャップ。キャップ。つけようつけようか。今からつけるよ。どれかミニオンにつける？またミニオン。ミニオン出てきた。次はちゃんとキャップついたよね。プリンセスのキャップです。かわいい、うん、かわいい。で、とんがってない青い。とんがらせよ。とんがらせよ。ピカチュウ。ピカチュウ。とんがらだね。ね、なんかピカチュウいっぱい持ってるの。めっちゃ入ってんじゃん。虹色鉛筆いる？いる？多分いる。かわいい。でも結構使ってる。うん、柄もかわいい。どんどん短くなっていく。あ、ねね、このね。で、このなんか、絵が剥がれた。鉛筆。絵が剥がれた。絵が剥がれた。はい。まほちゃんらしくていいですね。はい。キャップ閉めようよ。閉めない意味がない。ピカチュウね、ピカチュウ落ちすぎやろ。だってピカチュウまだどんなにある。やば、ね、ピカチュウめっちゃまだある。せーの、はい、書き方鉛筆。書き方鉛筆それかわいい。これは細いバージョン。かわいい。ピカチュウどうで、なんか変なやつ。捨てようよ。これやろ。消しゴムの紙。あ、これが折れたやつだった。もういい。で、ボロい消しゴム。え、そんなこと言ってない。で、なんかショーっていうかなんかね。あれね。あれ、なんか給食当番とかね、そういう系。なんかそのさ、ショーみたいな。輪っかしか出てこんやんか。消しゴムどんだけある？2つはどう？これで最後かな。で、なんか壊れた。壊れたやつ紹介しなくていいですよ。捨てよ。これで全部。はい。くそ。はい。以上です。以上です。筆箱の中身を紹介してもらいました。とっても可愛い文房具があったり、とっても面白い文房具があったりして、見てる方も楽しかったです。まほちゃん、整理整頓しようね。いいですか？